届きました。北海道チチクラと書いてありますが、何だと思いますか？欲張りプリンセットです。北海道プリンとプレミアムアイスプリン、焼きプリンケーキ、アイスだ、アイスが3個、プリンが3個、ケーキが2個入っております。ではプリンいただいていきます。まずはこちらです。黒北海道プリンです。北海道の生乳をふんだんに使用し、ふんわり柔らかく仕上げました。そのまま食べても美味しいですが、添付のカラメルソースをかけることにより一層プリンの味が引き立ちます。このような感じの見た目になっております。いただきます。まず何もつけずに食べてみましょう。すごいふわふわしてる、ふわふわ滑らか系の代表格になってもおかしくないぐらいすごい滑らかふわふわのプリンですね。美味しいです。すごくすごく美味しい。甘さもちょうどいいかなと思います。ここにカラメルをかけてみました。カラメルをかけてこんな感じです。見えないね。こんな感じです。この滑らか加減が分かるんじゃないですか。全然固体にはなり得ないような感じのプリンです。うん、プリン自体も甘さがあって味がしっかりしてて美味しいんですが、このカラメルを入れることによって、このカラメルを入れることによってほろ苦さが足されるので、さらに美味しくなったような気はします。ただ甘いプリンだけでもほんと十分美味しいんですけど、ほろ苦さが加わってまた違った美味しさという感じですね。ではこちらの焼きプリンケーキです。焼きプリンケーキは北海道産生クリームと生乳から作った自家製クリームチーズを使用、表面に施したこんがり焦がし風味のキャラメリゼとケーキ部分の風味が見事にマッチした焼きプリンケーキです。ということでお皿を持ってきます。それではケーキをいただきます。クリームチーズがものすごい生きてますね。プリンがもともとクリーミーなので、そこにクリームチーズを入れているんですね。
レアチーズケーキといった感じです、酸味があって美味しいけど、僕はまあレアチーズケーキよりもベイクドチーズケーキが好きなんで、それを踏まえてプリンの方が好きですね。だけどまあ美味しいと思います。なんか人の家に行ってこれが出てきたら、おーすげー高級なもの出していただけたって思うような感じですね、これ一つを今僕一人で食ってもこれで完食ですけど、一個まるまる食べるのは多いかなと思います。2つか4つぐらいに切ってシェアするのがいいんじゃないでしょうか、でこの欲張りプリンセットは3種類入っておりまして、残りはこれです。プリンプレミアムアイスプリンです。カラメルがすごいですね。あれみたいですね。度忘れしました。あれで、あれみたいです。ブワーってやるやつ。なんだっけ。アイスプリンは北海道産の生クリームと自家製クリームチーズの風味がこんがり焦がし風味のキャラメリゼと見事にマッチします。冷凍のまま食べるとアイスクリームで、半解凍で食べるとプリンの食感が楽しめます。ということです。これもクリームチーズ入ってるんですね、よいしょ。このような感じです。元々のプリンにクリームチーズの酸味を加えていて、そこにこのカラメルの焦げたほろ苦さ、非常にいい感じにマッチしてると思います。なのでこの焼きプリンケーキの時は、酸味が結構感じられるんですけど、これに関してはプリンケーキほどの酸味は感じられません。で苦味があって甘さが引き立つといったような感じがします。美味しいですね。これをここに置いて自然解凍にして、半解凍で食べるとプリンの食感があって書いてるんで、半解凍になるまで待ってまた食べたいと思います。それでは半解凍ぐらいになったので食べてみたいと思います。このようにトロトロになっております。プリンの食感というまではまだ解凍されていなかったんですが、カチカチの時とだいぶ違くて、なんか味がすごいまろやかになったような気がします。でカラメルも、もちろん溶けてきてて、そのクリームとより混ざり合うわけですよ。
いい感じで味がまろやかになっておりますので、冷たいのももちろん美味しいですが、半解凍で食べるのもおすすめかと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。